アドミラル・ナヒモフは、ロシア帝国海軍の砲塔装甲フリゲートで、同系艦はない。艦名は、帝政ロシアの帝徳、パーベル・ナヒーモフにちなむ。本艦は、ロシア帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために建造した艦である。本艦は、イギリス海軍の装甲巡洋艦、インペリウス級を参考にして設計された原型では23.4センチメートル砲を4門。 搭載していたが、本艦では、意欲的に後継こそ20.3センチメートルと、小さくなったがこの時代の主力艦では珍しい、鍋を伏せたような形状の砲塔に収めたのが、本艦の一大特徴となった。この他、ロシア海軍において、巨雷防御網を導入した、最初の艦となった。改装後のアドミラルナヒモフ。艦首にはまだ、アンカーベッドもなく、 t 字型の怒りを左右に原則に吊り下げていた。本館の基本構造は、タンブルホームを持つ平ら甲板型船体に2本のブリーック型搬送用マストと一方の煙突を持つ、乾型で水面下に昇格を持つ垂直に切り立った艦首にはまだ、アンカーベッドもなく、怒りを左右に原則に吊り下げていた。艦首甲板上には、主武装の1885年型20.3、 センチメートルライフル砲を連装砲塔に収めて一番手砲塔を一機、その後ろに全部マストと煙突が立ち、船体中央部に2番3番手砲塔が片弦一機ずつ配置され、その上に両側に船橋を持つ操舵環境が配置された。関西艇は原則部に中央部砲塔を挟むように2本1組のデリックを片弦4機ずつ軽八機で運用された。 後部甲板上には、後部マストを挟んで4番手砲塔が後ろ向きに一機、配置された。原則部には5箇所ずつ砲門を開けて、複方の1877年型 15.2cm 単装砲ライフル砲を採用した。その性能は 90kg の手砲弾を最大行角15度で 9150m まで届かせる性能であった。 これを新設計の連想砲塔に収めた。砲塔の不行角能力は行角15度、不角5度で、旋回角度は200度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分一発であった。本艦の複砲は、新設計の1877年型15.2センチメートル単装砲を採用した。その性能は41.5キログラムの砲弾を、 最大行角12度で7470メートルまで届かせる性能であった。これを新設計の連装砲塔に収めた。砲塔の不行角能力は行角15度、深く8度であった。旋回角度は狭い砲門から方針を出すので社会に制限があった。発射速度は毎分一発であった。その他に10センチメートル単装砲を6機、近接戦闘用に、 オチキス1879年型 3.7cm 機砲、炭素砲がで10基を搭載した。さらに対地攻撃用に、パラノフスキー1880年型 6.4cm 矢砲を炭素砲がで片元1基ずつ、計2基を配置した。対艦攻撃用に 38.1cm、水上魚雷発射艦炭素3基。 水道封鎖用に機雷40発を搭載した。本艦は収益後の1889年5月にウラジオストクに到着し、そこで太平洋艦隊の帰還となった。1891年9月に修理のために本国に帰還し、修理後の1893年7月にニューヨーク市とトゥーロンを訪問した。その後は再びウラジオストクへ派遣された。 1898年、本国に帰還後に近代化改装が1899年11月にかけて行われ、観光後に太平洋艦隊に派遣され、1903年にバルト海に戻った。1904年の日露戦争の勃発の後、本艦はバルト海艦隊より抽出され、第二太平洋艦隊に配属され、1904年10月に、 極東へと出港した。本艦は他の巡洋艦よりも強力であったために3隻の旧式戦艦と共に第2戦艦隊に属された。1905年5月27日の日本海海戦では日本海軍の装甲巡洋艦に30発以上の命中弾を与えられて中破二25名の死者と51名の怪我人が出た。これに対して本艦は 走行巡洋艦、岩手に20.3センチメートル主砲弾3発を命中させ消破させた。夜間に残存艦が日本海軍の駆逐艦と水雷艇に攻撃を受けた時、サーチライトを点灯させた本艦は魚雷を受けた。大破炎上しながらも応急処置によりしばらくは浮いていたが、平井時の浸水と消火のために使用した海水で浮力を維持できなくなったために津島沖まで向かい、 そこで、翌朝未明に自沈処分にされた。乗員のうち103名は、関西邸で、脱出、523名は、仮想巡洋艦、佐マ丸に捕らえられ、18名は死亡した。日本側の戦士では、仮想巡洋艦、佐マ丸が、対艦作業中の本艦を発見し、捕獲のため作業員を送ったがそれを断念。調べでは砲弾による被害は極めて軽微だったという。 関西艇の沈没などによる敵者を救助するなど523名を佐渡丸に収容し、99名は津島にて捕虜となり、大艦を拒否した艦長と航海長は漁船に救助されて29日には彦島に到達したとしている。1970年代末から1980年代初頭にかけて津島沖の震度97メートルに沈んだ本館に、 多数の金塊が残されているという噂がなく、1980年には笹川良一が日本海洋開発に資金提供を行って沈没地点とされる付近で調査を行い金属のインゴットを収集したと発表した。この報道に対してはソビエト連邦が一時当たり勘とその積載物に権利があると主張したりした。この調査では搭載していた20センチメートル砲の 方針も回収されており、船の科学館や沈没後に乗員が漂着した津島のモテギ浜に展示されている。なお、結局近海は発見されぬまま終わっている。ありがとうございます。